ごいね。ここが大体今大体ここやな、多分このとこやな、ここかな、ここやと思う、そこかな、うん、ここかな、で、町が、町見えへんの、大体この町、田舎さん、うん、できてますよ、西日本で一番大きい露天風呂みたいなんだけど、260年前の地図やだから、それが松山じゃったっけ、多分違う、もうちょっとこっちだと思う、大街道とかある、北海道これじゃない、うん、あーこれっぽい、そんな感じか、こんちがりここがさ、あれやあのやつも、はい、あのあれよ、セブンイレブンあるとこや、セブンイレブン違うんじゃないかなと思ってるんだよ、そこここら辺じゃないわよ、なんもねえわ、俺ホテルやからなんか、やっぱ綺麗やな、ほんまに、なんやな、これ、いいな、ほんまに風の中に戻ってきたらいいんやけど、ここはどういくの、終わった、オッケーオッケー、西日本で一番大きいあれやな、露天風呂のあれやな、どんな効果みたいな、愛媛県松山市のちょっと山にあるところやな、ここ松山市か、蝶じゃないの、あ、こういうおる、ええ声やな、いや、そう、祭りの話よね、うわ、発信終わってるやんけ、こいつも足やってみたよ、何や、わかんねえな、合ってるって、あ、そんなあれやん、言うてやん、見るとこないというけど、あるやん、普通に、いや、終わりやねって登って、え終わって終わりなの、いや、なんかあの写真で見たようなやつをパッて見て終わりなの、よし、登っておこう、いや、でも普通にええやん、めちゃくちゃあれ乗っかってるからあんな、そうやね、それであれあのギャラ代出すから、僕のチャンネルお願いしますって、でギャラもらうから2000万ぐらい、1本2000万、そんなに出るか、そんな視聴率上がるか、上がったらな、伊佐那伊佐那伊神社やったっけ、伊佐、うん、そんな感じだな、伊佐那伊神社、これ何系やろ、なんかあるやん、八幡とかなんか、あとしなんか役とか、何してやろ、喧嘩したの覚えてる、日本とかげで、あー覚えてる覚えてるそう、喧嘩、あの日本とかげで、しょうもないことやんな、そう、日本とかげをなんかだからどっちかが見っけて、うん、取って、でもなんか取り合いになってんの、え、そう、あとなんか日本とかげ取ってたやつさ、すごいなんか人気じゃなかった、見せてみたいな、そうやっぱ綺麗やからね、そうマジでそれしんどいな、喧嘩してんな、ほんまに、今となったらどうだ、しょうもでもいいけどな、うん、マジで、はぁ、あ、あっち死ね、感動のシーンや、ここってたぶん愛媛県民あれやろな、あの正月に参拝するとかやろ、そこだけ撮りたいな、この神社があるイサナイ神社だよ、しょ、初めて見たのかな、待ってみよう、待ってみよう、待ってみよう、あ、来たくないな、あ、2個しかなくて、ここから2人見越し、恵比寿さんかじゃない、恵比寿やな、恵比寿か、恵比寿さんやから地形か、地形神様かな、歴史を学ばずに来る猿が乗ってるの、馬に猿が乗ってるの、あ、武士っぽくないでもなんか見た目、あれじゃなんか上手に広い猿って書いてある、あ、ほんまや、それかな、全く救援がわからんぞい、書いてるんか、書いてるんかな、紙を切り貼ってるんか、昔作った感はでもなんかあるな、はず、またあるでこれ嘘やろ、なんか日本で虎いねえじゃんみたいな、
日本にトラいねえじゃん。あれじゃん、中国からの覚醒とかあったんじゃん。黒船かな、っぽくない、なんか昔の頃、昔の、だって昔の兵隊だし、あったんじゃん、これ文化か、わかんねえ。じゃああれか、開国して鎖国して、うん、これないな。トラノウィンやっちゃうか、これなんか あれじゃない？なんかなんだっけ、いろんなヌエじゃない？ヌエだっけな、なんかいろんな動物の合体に変わるんちゃうか。でも尻尾ないし。なんだこれは。なんだこれは。ちょっと四角いな。いやちゃう。なんか書いてある。読めねえな。読める人解いてください。ふみのき法？ん？経典愛人。経典愛人という言葉を最後の匠が天の病、人を愛する。言い尽くしてるわ。うん。やっぱ技あるな。うん。教科書に載ったのか、算数か、中学か、中学校か。載ってた。愛媛は何だ？山岳があれなんか。有名なのか。とりあえず算数はすごいんだね。お祓いでもしてるんかな。でもお祓いじゃないか。これで一瞬な感じなの。最後にじゃあ。しましょう。あれ、チャンネル登録者数100万人を狙った。すごい。あんまり行かない方が嫌だけど。